岁。哎，呀，他，呀，呀，他，他，岁。一个人三，一了解。やったとせでは行こう了解さは了解えやったとはい行くいつさ了解Thank you.
キリト君、お願い、目を覚まして。どんなに長く見つめたところでキリトが目覚めるわけではありません。つきっきりでは身が持たないでしょう。他の者のようにあなたも適度に休んだ方がいいかと思います。わかっているわ。でも心配なの。それにあなただってずっとここにいるじゃない。そうですね。私もあなたと同じなのかもしれません。それでも私に言えることはただ一つです。必ずキリトは目覚める。こんなところで自分を失うはずがない。私は長い時間キリトと関わったわけではない。でも彼の剣はとくと見せてもらいました。あのような戦いをできるものを私はこれまで知らなかった。そう、どうやらキリト君はここでも相変わらずだったみたいね。ねえ、聞かせてくれる？キリト君はここでどんな風に戦ったの？いいでしょう。まず私たちはセントラルカセドラルの80階にて剣を交えました。私は牢から抜け出し、聖豪騎士たちを倒していったキリトに鉄槌を下すべく彼と相対したのです。そして私とキリトの放った技がぶつかり合った瞬間、大理石の壁が壊れ、外壁に二人して放り出されてしまいました。なんだかキリト君らしいわね。ええ、放り出された私とキリトは共にセントラルカセドラルの外壁を登ることになりました。キリトと私は共に命綱で体をつなぎ、キリトが作った鋼のくさびを使ってどうにか行政の暴露まで登りました。とはいえその途中でミニオンと呼ばれる怪物の襲撃などがあり、楽な道のりではありませんでしたが、襲撃時にはキリトに足場へ向かって放り投げられましたし、生きた心地がしませんでした。それもキリト君らしいわ。そしてキリトは圧倒的な強さを誇る最高司祭様との戦いでも決して諦めることはなく向かっていきました。ソードゴーレムなる人の思いを利用した殺戮兵器を私たちで打ち破り、最後はユージオとキリト、そしてもう一人のアリスの記憶、三人の思いが重なった剣の打ち出した光でキリトは最高司祭様を切ったのです。あの光を、目にも止まらぬ速さで向かっていく彼の剣を、私は生涯忘れることができないでしょう。なんだかその光景を見たわけじゃないのに想像できるな。いつだって覚悟を持って誰かのために戦う。キリト君の剣は誰にも止められないの。ええ、キリトはいつも誰かの思いを受けて戦ってきたのでしょう。それが戦いを通して伝わってきました。なんだか不思議ね。なぜです？私はずっとキリト君と一緒にいたの。どんな戦いでも離れることなんてなかった。でもキリト君は私がいない場所でもやっぱりヒーロー、英雄だったんだって思ったの。人のことを気遣ってばかりの変わった英雄ですがね。そうね。アスナ、もしよければあなたの知るキリトについて教えてくれませんか？私はあなたとキリトがいた世界について全く知りませんので。彼はリアルワールドなる場所でも剣士の天職を務めていたのですか？そうね、剣士だったわ。黒の剣士と呼ばれていたの。黒の剣士、うん、なるほど、似つかわしき名前です。ではキリトはリアルワールドでは何番目に強い剣士だったのです？え、なんでそんなことが気になるの？特に深い意味はありません。ただリアルワールドにはキリトの他にも彼のような猛者がいるのではと思ったためです。キリトはあの最高司祭様を打ち倒し、そして聖豪騎士の私とは事実上引き分けとなりました。リアルワールドの剣士がいかほどの強さを誇るのか、キリトの順位を知ればわかります。そうね、難しい質問だわ。
なぜ迷うのです？剣士たるもの、己の修練のため強さの順位は常に意識しているはずですが。迷ったのはね、キリト君が一度負けた相手がいるからなの。はあ、では他の者には負けたことがないと。ええ、キリト君と一対一で戦ってまともに勝てた人っていないのよね。キリト君はいつだってどんな相手にも負けることはなかった。でもただ一人デュエル、あ、いえ、決闘でキリト君に勝った子がいるのよ。二刀流じゃなく片手剣でキリト君が戦ったって言っても、あれは完全にあの子の勝利だったわ。なるほど。ではキリトを任した相手というのは？絶剣と呼ばれる剣士よ。彼女はリアルワールドでキリト君に匹敵する実力を持っているわ。絶剣、良い二つ名ですね。ええ、まっすぐな心を持っていてとても優しくていい子なの。私にとっては妹みたいな存在かな。お、妹？つまり女性なのですか？ええ、女の子よ。私より年下なの。ほう、年齢も若い上にそこまで強い者がいるとは驚きですね。その絶剣はお前たちと共に来なかったのですか？もしや最強の座を奪い合っているためキリトとは敵対関係というわけなのでしょうか？ううん、キリト君も絶剣、勇気とは仲がいいんだよ。ただ今回はどうしても来られなかったの。でも勇気はキリト君が助かるように願ってるって応援してくれたわ。なるほど。それでは彼女の気持ちに応えるためにも必ずキリトを目覚めさせなければいけませんね。ええ、そのためにも私が弱気になったりなんかしちゃダメね。キリト君を信じなくちゃ。その意気です。しかし今は無理だとしても、いつかはその絶剣と剣を交えてみたいものですね。ええ、キリト君と互角に戦ったあなたならきっといい勝負になるわ。いつか必ずアリスも勇気に会えると思うから。はあ、それは楽しみです。ではその日のためにさらに剣を磨かねばなりませんね。私も二人の決闘を見てみたいわ。
任せて。どうかな。